カシレースやってましたので、今日はですね、87年の富士の大雨のレースで、大雨のクラッシュ特集を集めてみました。このラーメンを作りながらやっていきますので、笑っていただければと思います。ではもやしを炒めていきます。今日のトッピングは、もやしと白髪ネギ、メンマとチャーシュー。ネギラーメンを作ります。今日はね、爆弾卵はありませんから。レースの話なんだけど、87年のその富士の大雨のレースでね、こんな雨走れねえだろう、やるんかいって。今年の500マイルレースを待ち受けていたのは、眩しいばかりの夏の日差しではなく雨。軽井沢の年間降雨日数は160日と言われていますが、ここ富士スピードウェイはそれに並ぶ140日。モータースポーツファンの皆さん、こんにちは。全3戦で争われます富士ロングディスタンスシリーズ、迎えて第2戦500マイルレースが間もなく始まろうとしています。今日実況を担当します小畑健二です。そして今日の解説は辻本誠一郎さんです。辻本さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらピット前です。もう朝の静けさが嘘のようですね。たくさんのレーシングカー、そしてスタンドにも傘を差したたくさんのファンの方たち、女性もたくさん来てますし、楽しめるレースが多くなってました。1000キロでは確かに日本勢が優勝しているわけですが、ナンバー28、日産 R86V パーソンズに車内カメラを取り付け、レース用無線とともにレースの迫力をドライバーの和田選手に実況中継してもらいます。和田さん、直美です。まずローリングスタート前なんですけども、こちらどんな状況ですか？レースだったんですけど、もうクラッシュ続出で、これでちょっとタイヤの選定をミスりまして、スーパーレインで行けばよかったんですけどね、雨が多すぎてしびれて走ったんですけど、まあビデオ見ていただければ状況わかるんですけど、麺を茹でます。そう、それでね、もうとにかくね、スタートしたらもうすぐみんなスピン続出で、あんまり笑えるんで、その今回はスピンクラッシュ特集、それをやってみました。笑ってもらえればと思います。この水たまりの中、第一コーナー、おっと、トップ走りがホルエポルシェ、もうすでにスピンですね。いやいや、岡田選手、エイトンハウス962、そして3位にカーナンバー1アドバン962、4位には先ほどトップだったカーナンバー27クロムエ、そして5位にはカーナンバー100日赤トラストと続いています。3位のトップを走っていたミドルは 87C がスピンですね。いやー、ちょっと左フロント
破損してますね。ダメージ受けてますね。でもどれがトップでどれが最下位走ってるか何だかよくわからない。それではここで電子オブセンと車内カメラを使って上位を狙う和田選手にマシンの中からレースの模様を中継してもらいましょう。ピットの熊谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。沼市の宮城県、違うだろう、魚沼市は違うだろう、宮城県岩沼市ですね。岩沼市の磯ラーメン、それでね、笑えるのはもう、ね、みんなね、もう雨だからコントロールできないから、もう当てにね、スピンしてガードレール行くんじゃなくて勝手にスピンして走ってる車にぶつけるというね。やられましたよ。今ね、あそこに入るとね、もうなかなかスピードがね、
っていくと、おっと、これは今トップだった。しかし、おっと、チェッカーフラッグが振られました。優勝はカーナンバー1、高橋組、テネス・アチノ、小木和夫組のアドバン962。こういう提案がありましたんで、味噌ラーメン、もやしとチャーシューと、下がね、ネギラーメンだから下がね、それとおメンマのトッピング。はい、出来上がりました。味噌ラーメンですね、もやし、チャーシュー、メンマ、白髪ネギのトッピングです。それではこれから和田さんの運転でコースを一周していきたいと思います。ニュースで